本巣市三橋にあるファミリー農園渡辺さんのいちご直売所、いちごのアトリエにやってきました。こちらのカフェではオリジナルスイーツが楽しめるということで、早速行ってみましょう。ファミリー農園渡辺さんのハウスで栽培しているのは、鮮やかな赤色と甘みが特徴の紅ほっぺです。農園を営む渡辺義則さんは、5年ほど前にサラリーマンから転身して、祖父母が昔いちごを育てていたビニールハウスでいちご作りを始めました。今では700坪もの畑でおよそ1万4000株のいちごを栽培しています。そして収穫したいちごを余すことなく楽しめるのが、こちらのいちごのアトリエです。朝どれの新鮮いちごの販売をはじめ、カフェでは奥さんのあゆみさんが自家製いちごを材料にしたスイーツをテイクアウトで提供しています。採れたてのいちごを加工してドリンクだったりとか、いちごのデザートを販売しています。いちごがメインなので、いちごぜんざいは冬はおすすめですし、あとは最近新しく登場したいちご飴とか、あとドリンクですといちごミルクとか、あとは最近はいちご煎茶ミルクなんかもおすすめです。さあ、まずはこちらのいちご飴ですかね、用意していただきました。これ今人気ですよね。そうなんです、とっても人気なんです。これいちご飴で良かったですか？実はうちではいちご飴ではなくて、タンフルという名前で販売してます。タンフルっていうのは韓国語なんですけど、韓国の有名な方にこのいちご飴を伝授してもらったので、タンフルという名前で販売してます。ではいただきます。どうぞ。おいしい。食感もいいですね。そうですね、噛み切れる厚さにしてあります、うん、可愛いだけじゃなくて味も美味しいです、はい、ありがとうございます。飴の甘みといちごの程よい酸味がちょうどいいですね、はい、ありがとうございます、うん、こんなに美味しいんだ、はい、今いちごが旬なので、はい、自宅で簡単ないちごスイーツとかなんか作れるものってありますか？そうですね、今お店で冬限定で販売しているいちごぜんざいっていうのがあるんですけど、お店で販売しているのはぜんざいもお餅も手作りなんですけど、お家で簡単に再現できるんですけど、市販のぜんざいをちょっと温めてもらって、お餅を焼いて、そこにいちごを切ってトッピングするだけでいちごぜんざいが出来上がるので、いちご大福のような感じですぐ食べれるので、アレンジレシピとしてぜひやってみてほしいです。ドリンクメニューも豊富ですね。はい、ありがとうございます。すべていちごを使用したメニューになってます。この煎茶ミルクいちごいただいてもいいですか？はい、お待たせしました。煎茶ミルクいちごです。ありがとうございます。甘くて美味しいですね。ありがとうございます。岐阜県産の無農薬の煎茶の粉を使用してます。素材にもこだわって作らせていただきました。意外と苦味と酸味がこうマッチしてとっても美味しいと思います。はい、いちごソースも採れたてのいちごを使用して自分たちで一から作った手作りソースになります。だからこんなに味がしっかりしていて美味しいんですね。はい、はい、ありがとうございます。紹介したメニューの他にも、紅ほっぺをふんだんに使用したパフェや、暑い時期にぴったりのかき氷メニューなど、季節に合わせたスイーツが楽しめますよ。愛情たっぷりに育てられたいちごを存分に味わえる絶品カフェスイーツ、本飯、ごちそうさまでした。5月末まで、採れたてのいちごを販売してます。買いに来てください。待ってます。ファミリー農園渡辺いちごのアトリエの営業時間はご覧の通りです。カフェの営業はインスタグラムでご確認いただけます。